ロイヤル・バイキング3は1988年に建造され、後にシーボーン3、プリンセンダムと名称が変化したクルーズ客船。2019年夏にアメラに改名予定。1988年に就航し、ロイヤル・バイキングラインの船体に加わると、ほどなく洗練されたサービスと誠実な乗客サポートにより知られるようになり、 船体の中でも広く知られる部類に加わった。1994年、ロイヤル・バイキング・ラインの解体に伴って、キュナード・ラインは、ロイヤル・バイキングのブランドを取得し、本船も購入した。船名は変更されることなく、新たに編成された、キュナード・ロイヤル・バイキング部門に配備された。5つ星の等級を得た元船は、キュナード時代の大半においてキュナード最高等級の地位にあった。 キュナードの船として世界就航に用いられ乗員乗客を通じて高い人気と需要を得た。1999年にはキュナードラインとシーボーン、クルーズラインの共通の親会社であるカーニバルコーポレーションが両社の合併を決めロイヤルバイキングさんはシーボーンさんとしてシーボーン、クルーズラインに移籍した。シーボーンさんとしての運航はシーボーン、 クルーズラインが小型のクルーズ客船に注力する方向に変化したことから2002年の南アメリカ周遊をもって終了した。カーニバル参加のホーランドアメリカラインに移籍したシーボーンさんは改修工事を受けプリンセンダムと改名された。エレガントエクスプローラーと称されるようになった元船は ホーランドアメリカラインの他の船よりも小型で、異なる予定を有し、ブティッククラスに相当する乗客一人当たりの、面積と各種の設備、サービスを提供した。2007年2月1日、ホーン岬付近で12メートルの高波に2度襲われ、入院を含む40人の負傷者を出した。プリンセンナムは毎年数回の長期航海を行う。 運用がなされており、2011年には1月から2月には、南米から南極にかけて、3月から4月には、国会、地中海での航海を行った。フェーンダム、アムステルダムと並び、ホーランドアメリカラインで、南極に赴く3隻のうちの1隻である。また、低い全行により、キール運河を、航行可能な少数のクルーズ客船にも属している。 2012年3月22日、ポルティマム沖で8人乗り漁船の遭難信号を受信し、現場海域に到着したところ漁船は沈没し、救命いかだに乗り移った8人を発見した。ポルトガル沿岸警備隊からの指示により8人を救助し、ヘリコプターで陸へ搬送するまで待機した。ありがとうございます。